そう、全然見つからない。フロシュ、お前が探している幻のカエルはこの辺りにいるんだよな。うん、この地図に書いてあった、この辺り。確かに、マグノリアの南側。いや違う、フロシュ、地図が逆さまだ。通りで見つからないわけだ。フロンはさま。しょうがない、ここで少し休憩したらまた探しに行こう。どこに行く？どこに行くか、ここだな。何が出てくる？白龍の鉄拳。
スメイクコールドエクスカリバー白竜の鉄拳最高だぜこの感じどこに行くかここだな さて次はどこに行くか 帰ってきたぜ これを俺に ローグ、それフローが探してたカエル なんだって、これがそうなのかわー、すごくかっこいいローグ、これギルドで買えない？そうだな、スティングに相談してみるかウロシ、自分でちゃんと世話するんだぞいや、カエルだからもう大人いや、そうだな真面目に世話をすればきっと立派なカエルに育つぞこの子もセーバーの一員になれるああ、なれるささ、帰ってみんなに報告だみんなの反応が楽しみだフローもそう思うおいルーシー、見てくれよこれどうしたのって、大きい卵ナイツとオイラが山で見つけたんだきっとすげえ奴が生まれてくるぞもしかしたら、オイラの仲間かもしれないねえ返すつもりなのそれモンスターの卵とかだったらどうするのよ大丈夫だろきっとよし、しばらく仕事を休んで卵の世話だダメよ仕事をサボっちゃ仕事に行ってる間は誰かに頼めばルーシーは真面目だなそうだな頼めるやついるかん違うこれも違う違う私の求めるパルファムはこんなものではないやはりこの至高のパルファムを完成させるにはあの花が必要なのかしかしあれは森にごく稀にしか咲かないというどうやって手に入れたものだろうかあれどうしたの随分声の大きな独り言だけど新しい魔法の開発をしてるらしいわよでもなかなかうまくいかないみたいねなんでうちのギルドに来てまでやってんのかね必要な素材がこの辺りで取れるんじゃないフロッシュ大丈夫でしょうか一人でお使いなんて心配するなフロッシュだってうちのギルドの一員お使いくらいなんてことないさでも出発してからもうだいぶ経ちますよ行き先はクロッカスだったはずですがそれにしては遅いですはいやはり様子を見に行った方が前だってはぐれて迷子になってましたしいやフロッシュもきっと俺たちに一人でも大丈夫ってところを見せたかったんだと思うだから俺は信じてフロッシュの帰りを待つあいつなら絶対一人で帰れる本当に大丈夫なんでしょうかどこに行くかここだなThank you.
さて、次は。どこに行くか、ここだな。さて、次は。帰ってきたぜ。クロッシュ、よかった、一人で帰ってこれたんだな。よかったですね、ローグ君。クロッシュもよくやりました。ああ、一人でお使いを済ませてくるなんて偉いぞ、フロッシュ。クロームさんは本当は親切な人に道を教えてもらった。クロ、また迷子になっちゃった。そうか、でも迷子になっても人に道を聞いて自分の力で帰ってきたんだろ。すごいじゃないか。ローグ、クローム様、あんたらが助けてくれたんだろ、ありがとな。あら、ルーシー、どうしたの。大きなため息ついちゃって。ミラさん、今さら大魔党演武のことを思い出してたんですけど、私みんなの足引っ張ってばっかりで全然活躍できなかったなって。相手も悪かったし、でも私悔しかって。まあまあ、落ち込んでないで気分転換にお仕事でも行ってきたら。ほら、この依頼なんかいいんじゃない。そうします。頑張ってきてね。ナスさん、一緒に仕事行きましょうよ。あ、いいぜ。それじゃあどの依頼にすっかな。ナツとスティング、すっかり仲良くなったね。大会の時はあんなにバチバチやってたのにな、すっかり丸くなっちまいやがって。スティング君、帰ってもナツさんの話ばかりしてますよ。はい、あの時は敵同士だったが、今は共に戦う仲間だ。仲が悪いよりは何倍もいいだろう。おい、スティング、またフェアリーテイルに来ていたのか。お、ローグ、ちょうどよかった。お前もナツさんと一緒に仕事行こうぜ。加減にしろ。なんだって。お前はセーバートゥースのマスターだろ。自分のギルドをほったらかして他のギルドに入り浸りやがって。ほったらかしてねえだろ。ちゃんとマスターの仕事はやってる。その上で俺自身の修行のためにここに来てるんだ。ちょっと何の騒ぎ。喧嘩なら外で。部外者は黙っててくれ。はい、部外者って、ここ私たちのギルドなんだけど。ギヒ、今は放っておいた方がいいと思うぜ。自分の立場を考えろと言ってるんだ。
セーバートゥースの中でだって俺とだって修行はできるだろう。俺だってちゃんと考えてるさ。自分のギルドのためにもっと強くなろうとしてるんだよ。俺がフェアリーテールの奴らより頼りにならないってことかよ。お前こそ夏さんをバカにするんじゃねえよ。ローグ、スティング、喧嘩ダメ。フロッシュ、分かった、こうしよう。俺とお前で勝負をする。俺が勝ったらしばらくフェアリーテールに来るのはやめてもらう。ふん、望むところ。それで何で勝負するんだ。ここで直接やり合うか。いや、ここにちょうど俺が受けてきた仕事の依頼書がある。こいつで決めよう。モンスター退治か。なるほど、先にターゲットを倒した方が勝ちってわけだな。ああ、そういうことだ。いいぜ。ただし一つ条件がある。俺はナツさんと組んでやらせてもらう。な、何？どういうつもりだ。お前はさっきナツさんをバカにした。だからお前に俺たち二人の力を見せてやるんだ。いいよな、ナツさん。ああ、いいぜ。なんか楽しそうだ。お前も誰かとコンビを組んでいいぜ、ローグ。このままじゃ不公平だしな。バカにするな。俺は一人でもお前たちに勝ってやる。ギヒ、面白いことになってきたな。それなら俺はローグに加勢してやるか。な、ガジル、勝手なことを言わないでくれ。別にあんたの助けなんかなくたって。俺がやりてえからやるだけだ。サラマンダーとはいずれ決着をつけなきゃいけねえと思ってたからな。いいじゃねえか。火竜と白竜、鉄竜と栄竜、ドラゴンスレイヤーのコンビ同士、どっちが強いか決めようぜ。分かった、受けて立つ。燃えてきた。今日こそ決着をつけてやるぜ、サラマンダー。あれ、なんだか話がそれていませんか。クロウもそう思う。じゃあ行くぜ、ライオス。その名前で呼ぶな。俺はローグだ。しかしこの依頼。どうした、気になることでもあるのか。いや、もともとはお前が相棒を誘うつもりだったんじゃねえかと思っただけだ。な、そんなわけあるか。さっさと行くぞ、奴らに先を越される前に。フロー、ここに来る前ローグと一緒にスティング探してた。それでフェアリーテールのギルドで見つけてというわけか。なんと、あの悪いギヒ。まあ俺には関係ない話だがな。どこに行くかな。ここだな。気を張っていけ。おっと、おっと、サラマンダーたちか。クソ、先を越されたか。俺たちも行こう、ガジル。二人とも遅かったな。こいつは俺たちの獲物だ。行くぜ、ナツさん。任せろ。なんだ、後ろか。これはもう一匹いやがったか。それじゃあこっちは俺らの獲物ってことだな。どっちがどっちをやるんだ。ち、勝負なんて言ってる場合じゃないか。全員でやるしかなさそうだ。
ギヒ、それはそれで楽しそうじゃねえか。行くぞ。よっしゃ、行っちゃ行くか。白龍の方向、シャドウレイ、よし、カリュウのゴーラー、ギヒ、鉄龍槽鬼神、勝負はうやむやになっちまったな。そうだな。でも分かったことが一つあるぜ。やっぱり俺とお前が最高のコンビだってな。俺はこうやってお前と一緒に戦う時が一番力を出せるんだ。スティング、そうだな、俺も同じ気持ちだ。これからもよろしく頼むぜ、相棒。僕もいますよ、スティング君、ローグ君、クラウマ。ああ、一緒に最強を目指そう。オイラたち、蚊帳の外になっちゃったね。ま、仲直りできたみてえだし、いいんじゃねえか。結局引き分けみたいになっちまったけど。別に俺はここでお前と決着をつけたって構わないんだぜ。なに？いつでもやってやるぞ。やめておけ、俺たちもさっさと帰るぞ。よし、どこに行くかね。ここだな。さて、どこに行くかね。帰ってきたか。さっきはすまなかった。頭に血が上っていろいろとひどいこと。俺の方こそ悪かったな。でも分かってくれ、俺がナツさんたちと行動するのはギルドの仲間のためだって。さっきの戦いで分かったよ、お前は確かに強くなってる。そして仲間のために強くなりたいっていう気持ちも分かるさ。ただたまには俺とも一緒に仕事をしてくれると嬉しい。なんだよ急に。そんなの今さらでもねえか。最近は確かに別々でいることが多かったかもな。正直俺は嫉妬してたのかもしれないな、お前が別のギルドのメンバーと仲良くしてることに。ローグ、そうだ、お前もナツさんたちと仕事しないか。俺とお前で一緒に。なんだって。でもいいのか。俺は別に構わねえよ、俺はとっくにお前も仲間だと思ってるしな。ギヒ、また面白くなりそうじゃねえか。なあ、ナツさんたちもこう言ってるし、またこの4人で一緒に仕事しようぜ。そうだな、たまにはいいかもな。クロウマ様、よろしく頼む。夏、ガジ。
したものか。あら、エルザ、どうかした？先日、つい服を買いすぎてしまってな。クローゼットに収まりきらなくなってしまった。それで、古い服を処分しようと思ったのだが、気に入ってたのを捨てるのも忍びなく。それなら、ギルドの女の子にもいらないか聞いてみたら？なるほど、その手があったか。いらねえ、ちょっとこっち手伝って。はい。じゃあ、また後でね、エルザ。ああ。さて、みんなに聞いてみることにしよう。自分のそういう話持ってないんだ。そっか、人から聞いた話とかでもいいんだけど。人から聞いた話ね。あ、おすすめの恋愛小説なら紹介できるわよ。昨日ちょうど読み終わったとこなんだけど、これなんか面白かったわよ。挿絵も入っててイメージもつかみやすいと思うし。読んでみようかな。絵も可愛いですね。ルーシーさん、これ。どうしたの？ああ、そういえばそういうシーンもあったかな。二人にはまだ早かったかしら。お返しします。今度はウェンディの愛の話も聞かせてね。え？
考えとくね。それじゃあバイバイ。あくそ、どうしたもんかな。どうしたの？何か悩み事？ルージー、あ、そういやお前週刊ソーサラーって雑誌知ってるよな。もちろん、いつも読んでるよ。それがどうかしたの？そこで俺の特集を組みたいらしくて、取材の話が来てよ。復活氷のイケメン魔導士って題名らしいんだが。うわー、すごいじゃない。そういえばグレイ、よく週ソラのイケメン魔導士ランキングにも入ってるもんね。いや、正直柄じゃねえっつうか、断ろうかと思ってるんだが。もったいない。ただ向こうさんから誰か代わりを探してくれないかって泣き疲れてよ。どうしたもんかと。じゃあ私が立候補しちゃおうかな。いや、お前はダメだ。なんでよ。復活、イケメンの2つは抑えてほしいらしい。復活はつまりうちのギルドの誰かってことだ。じゃあうちのギルドのイケメン、誰かいねえかな。洋服屋か。メンディって普段自分で服選んでるの？うん、まあ一応シャルルが選んでくれることもあるけど。ねえ、じゃあ私にも選んでくれない？いいよ、私あんまりファッションセンスないし。いいの、メンディが選んでくれることに意味があるんだから。いつも自分で服を選ぶときと同じ感じでいいよ。そうだな。じゃあこれなんかどう？清楚でメンディーらしい服だね。あー、でもこれはちょっと。ごめん、気に入らなかった？ううん、ちょっとこれサイズが合わないかも。胸のところとか。そうだよね。ごめんね。シリアは私と違ってあるもんね。シリアの気持ちがわからなくてごめんね。ごめんね、私そんなつもりじゃないの。もそれはそれで愛らしいと思うよ。別に慰めなくていいよ。機嫌直してよ、ウェンディ。大丈夫、気にしてないよ。ごめん、困るシェリアがちょっと面白かったから。もうウェンディったら。ウェンディもそういうお茶目なところあるんだね。なんかちょっと意外。普段はあんまりこういうことしないんだけど、シェリアが相手だからかな。何それ、私はからかいがいがあるってこと？そういう意味じゃないよ。なんかシェリアの前だと肩の力が抜けるっていうか。そっか。あ、私この服のサイズ違いないか聞いてくるね。
と何か関係があるの？うん、ここうちの女子寮なの。私もここに住んでるんだ。そうなんだ。ウェンディの部屋か。上がってもいい？ダメ、今散らかってるから。また今度ね。ウェンディの部屋がどんなのか気になるのにな。今度絶対お泊まりしに来るからね。うん、その時までにちゃんと掃除しておくね。でも寮か、学校にいた頃を思い出すな。学校？うん、私が魔法を勉強してた学校、寮もあってね。こんなに立派な建物じゃなかったけど。へえ、シェリアって学校で魔法を習ってたんだ。あれ？でも普通ならまだ学校に通ってる年だよね。飛び級したからね。私結構優秀だったんだよ。へえ、やっぱりシェリアってすごいんだね。私学校って通ったことないからちょっと羨ましいな。ウェンディ、だからシェリアの学校の話もっと聞かせて。うん、もちろん。どこに行きます？結構並ぶんだけど、たまたまお客さんが少なくてよかったね。これは並ぶのもわかるな。クリームとフルーツがたっぷりで甘くてふわふわで幸せ。喜んでくれてよかった。あ、シェリア、ほっぺにクリームついてるよ。え、どこ？はい、取れたよ。ありがとう。ウェンディのほっぺついてる。あ、どこ？ここだよ。取れた。あーむ、シェリア、お行儀悪いよ。やっぱり甘い味がする。クリームの話だよね。付き合ってくれてありがとね、ウェンディ。どういたしまして。また来てくれるよね？もちろん。まだまだ見たいところいっぱいあるしね。それじゃあまたね。うん、バイバイ。戦いのパルファム、天の無楽門、天竜の崩壊。やった。あれ、シェリオ、どうしたの？ギルドに何か用事？あ、ウェンディ、ちょっとお仕事でね。実はこういう依頼を受けてて。強盗グループの撃退？物騒だね。シェリア、こんなお仕事してるんだ。ちょっと前から追いかけてるんだけど、その強盗グループがこの町まで逃げてきちゃったの。
がなかなか捕まえられなかったせいで。でも今度こそ見つけて捕まえちゃうから。シェリアのせいじゃないよ。悪いのは強盗の方なんだから。私も手伝うよ。ちょっと怖いけど、この町のため、シェリアのためだもん。でもいいの？危ない目に遭うかもしれないよ。シェリアだって同じでしょ。私の知らないところでシェリアが傷つくぐらいなら私も一緒に行きたい。メンディ、ありがとう。じゃあ頼んでもいいかな？うん、一緒に頑張ろう。強盗がいる場所は分かってるの？町の南の方で目撃情報があったってことは分かってるんだけど、潜伏場所までは特定できてないの。じゃあまずは聞き込みからだね。頑張ろうシェリア。うん、行こうメンディ。どこに行きましょう？そういう奴らは見てないな。ごめんね、ウェンディちゃん、力になれなくて。そうですか、ありがとうございます。なかなか情報がつかめないね。一体どこに隠れているんだろう。誰か助けてくれ。あ、何？今誰かの声が。あっちの方から聞こえたよ。誰か。大丈夫ですか？大変、怪我してる。今直しますから。一体何があったの？歩いていたらいきなり誰かに襲われたんだ。奴ら俺の大切な荷物を。くそー、それってまさか。うん、多分そうだと思う。犯人がどっちへ行ったか分かる？あっちの路地の方へ逃げていった。で、まさかジュウちゃんたち本気か？危ないぞ。ご心配なく、それが私たちのお仕事だから。よし、治療も終わりました。シェリア、急ごう。よし。ん？いた、あそこ。け、あいつはラミオスケイルロ。ここまで追ってきやがったのか。もう逃げ場はありませんよ。荷物を返してください。チェ、行き止まりか。しょうがねえ、力ずくで突破するぞ。ウェンディが愛するこの町で悪いことはさせないよ。張り切っていきましょう。ありがとう。鉄人の舞。
サオ、まさか俺たちが捕まるとは。なんとか無事に捕まえられた。よかったね。さっきの人の荷物も取り戻せたし、早く返してあげないと。おい君たち。あ、さっきのって。よーウェンディちゃん、お手柄だったね。ちっちゃくてもさすがフェアリーテイルの魔導士だな。いつの間にか人が集まっちゃったね。ウェンディの人気のおかげかな。なんだか恥ずかしい。恥ずかしがることなんかないよ。みんな喜んでくれてるんだから。やっぱりフェアリーテイルはこの町に愛されてるんだね。隣にいるのはもしかして大魔党演舞に出てたラミアス・ケールの。本当だ、ウェンディちゃんと戦ってた。大会見てたぜ。やっぱり強いんだな。やっぱり言われるとちょっと恥ずかしいかも。荷物取り返してくれたんだね、ありがとう。しかしギルドの魔導士だったとは。心配したのは失礼だったかな。いえ、どういたしまして。荷物が無事でよかったです。それじゃあ私たちはこれで。帰ってきましたね。お疲れ様、ウェンディ。手伝ってくれてありがとね。ううん、無事に終わってよかったよ。ねえウェンディ、お仕事を手伝ってもらった後で悪いけど、もう一つお願いしてもいい？え、どうしたの？改まって。今日ウェンディと一緒にお仕事をして、その前にもこのギルドやこの町のことをいろいろ知って、私ウェンディのこと、フェアリーテイルのこと、もっともっと知りたくなっちゃった。だってここにはたくさんの愛があふれてるんだもの。シェリア、うん、そうだね。私もこのギルドやこの町のみんなが大好きね。だからお願い、また一緒にお仕事しようよ。私にもっとここにある愛を教えて。うん、私ももっとシェリアと一緒にいたい。これからもよろしくね、ウェンディー。